皆様こんにちは、きんぴらごぼでございます。今日は3種類のおはぎを作ります。ごまぼた餅ときなこぼた餅とあんこぼた餅を作ります。これもち米です。普通はもち米とうるちって普通の米ともち米をね、米が3合、もち米7合でさ、一緒に対してそうやってやるんですけど、うちはもうもち米だけしか使いませんので、それだから特別美味しいんですよ、柔らかくて。じゃあ今日はごんを炊きますので、5杯入れます。これごはい、3杯、4杯、これで5杯入れました。このお水で研ぎます。もち米ごんごうに対してお水を4を入れます。1杯、2杯、3杯、4杯。これで炊きます。これきな粉ですけど、売ってるきな粉を買ってきましたから、このやつを使ってお砂糖を入れてきな粉ぼた餅するのに、このきな粉を使います。いっぺんに使わない方がいいべ。このぐらいは砂糖使わせない、このぐらいあれば十分だよね。全部使わないけど、まだ使いでしょ、これを。このきな粉にお砂糖を入れて、きな粉ぼた餅を作ります。よくかき混ぜます。このきな粉と砂糖の中にね、いくらか塩をちょっと入れると風味が違います。おいしくなります。ね、こんなできるでしょ。ほら、だが、で半分でちょうどいいね。舐めてみますね。このぐらいの甘さ、ちょうどすごいよくできてる。でこれは一つ作っておいて、あとごまも作ります。ごまもそのように作ります。このごまも黒ごまもこのようにすりごまですから、ごまぼた餅にするときはすりごまを使います。であと砂糖を入れます。これもこれで3杯ぐらい入れました、砂糖。よくかき混ぜます。あとまた塩も少し入れます。塩も少々入れます。このぐらい入れます。また食べてみます。味はいい味、すごい味。こしあんをね、今切ってね、この中に入れます。お皿に入れます。ここに入れますね。1個目だ、このぐらいでいいな。ご飯炊けました。
かってくるけどどうする？最初おにぎりを握ります。ラップの上に一あのおにぎり状に入れます。このラップを使うとね、丸みが上手にできるんです。3つ作ればいいよね。ごまときな粉とあんこをね、作りますから、一つずつね、こうやってラップに入れて作っておきます。この大きさの3個作りました。じゃあこれ一応入れておきますね。じゃあさ、入れちゃいます。じゃあきな粉をくるみます。今度はごまをくるみます。知られもなく水使った中すかぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ、うん、きな粉だのね、このあれが水なんか使わないでこうやってやっちゃえばさ、全然なんか綺麗な。今度あんこをくるみます。あんこは手が汚れないようにこの上であんこをつけます。何一つ持ってったで嫁にボタン持ちでみんなやるやつ食べんじゃね。ご飯が見えないように全体にまぶし、周りまで全部全体につけます。あんこはおとっとこうん、美味しそうだ。ほらこんなもんでしょう。こうやっていいでしょう。こういう感じで、うん、よし。じゃあこれを切り、あ、こっちだ。お、出来上がりました。こんな大きなおはぎができました。簡単にできますから皆さんどうぞ作ってみたらいかがでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。